はい、皆様こんばんにちは、おついちでございます。それではおついちの二王通第39話、続きをプレイしていきたいと思います。さあ、前回の続きですね。今回はサブミッションが結構残ってますんで、そっちの方やっていこうかな。姉妹の夢、大不変者、漂白の匠、なるほど。これが103、108、103、まあ103からやっていくか。サブミッション、おじいちゃんが旅から帰ってくるって。ただね、山で迷ったって、海に書いてあったっきり帰ってくる気配がないんだ。心配だからちょっと様子を見てきてほしいの。どっかで見たようなリクエスト。仙台村正、どっかで見たようなステージ。懐かしい香りがするぞ。はい、ということで、私最終形態、おそらくもう変えることはないでしょう。最終形態は、E で赤鬼の軽鎧で、やはり赤鬼ですね。軽鎧素晴らしい。いや、聖宝書がね手に入って、あと槍も手に入ったんでね。槍はねもともと持ってた。で、カムイの製法書も見っけたんで、これで火属性ががっつり上がるはず。強いわよ私。パキューン、雲がいった。ここも初代からおなじみのステージだね。土偶があってね、地下にはいけないみたいだけど。妖怪反応がある、ババがいる、ここはいけない。で、和乳道がゴローリゴローリ。なんでそんな、下道兵って普段何やってんだ一体思うに。どこだ、わーわーわー、なんかどっかから撃ってる。怖い。あ、向こうだ。あー、そこか。いや、おぉ、はい、いってー。間に合わなかった。で、そっちもたまにいるからな。あっちあっち、相変わらず仕掛けがあっちあっち。どうしようかな。あいつはっていうの。なーにー、しかもダブルで来るか。いや、来ないな。あと、大丈夫かな、ワニウドだっけかな。あんまりいい感じがしないな。壊しとかないと。106、133、あら、割と高いわね。行きましょうか。でも多分剣豪大将軍だと思うけどね。今ね、ちょっといいにね、裏返したからね、ちょっと武功欲しいんだよね。更新日の前にね、更新日ギリギリのところで移籍しちゃったもんでね、それまで豊臣で稼いでた武功10万ぐらいがすっ飛んでるんだよね、今ね。移籍しちゃうとなんか 90% ぐらいが失われるらしくて。アクタクになってる。よいしょ、よいしょり。大車輪の敵ではないわ。あそこいるよな絶対。114はいいや。じゃあ何、動くぞとかまた出てくんのかな。懐かしいな、あいつに2つ切られると死ぬやんか。なんかババ久しぶりに見たぞ。元気だった。いやー、軽鎧はいいね、使いたい放題だわ。弾
代ゲット。あそこで包丁を研いでる。これ後ろがあるからな。で、下道兵、ここ確か仕掛けがあったね。もうないだろ。ういっ、あー燃えてる。あー熱い。私も熱い。あなたも熱いけど。で、いい直輔のいい家に所属すると赤鬼の近接ダメージと眼鏡が上がるんで、こいつはいいやって話ですな。うら、ナンパしようか。とりあえず下見るか。下見ちゃおう。あそこ気になるし。ただバーバがいるんだよな。先にバーバへ。いいね、玉しょぶが出まくってる。113が多い。あー、ワイラワイラ。がしかし我がカシャちゃんの敵ではないわ。オッケー、これかな明日は。あー、だ、あとあれか、本堂の方か。本堂は何がいる。あらー、取ろうか。この狭いところで。おお、出させませんって。いいでしょう。待て待て。早たか。こんだけかな。こんだけっぽいな。そしたら上に上がっちゃうかいね。よいしょ。で、こっちじゃなくてこっちに行くと、でもなんか包丁研いでるところ聞こえたけど、あー、あれか、ほぼの、おわっつい。ドック開ける。この奥が宝箱だけかな。よいしょ、降りて。よし、ここも降りて。あ、お社があるわ。で、塗り壁いるでしょ。まあ、拝まなくてもいいかな。塗り壁バック転、安定のバック転率。遺跡の鍵を得ました。これどこ開けるんだこれ。よいしょ。わお、濡れ女さん。チース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 。よいしょ、124かな。主天道寺ついてたね。危ねえ。これ踏むとやばいからな。踏んで死んどるわ。危ねえ。おほほほほ、怖っ。すーごいぶら下がってんね、あれ。
髪、前髪は全然ずれないんだね。多分ケープで固めてんだ。あーちゃちゃちゃ、ケープ、あー毒。そしてお前、いらっしゃい、痛い。133は興味があります。まあでも武功稼ぐんだったらもうどんどんやってってもいいんだけどね。俺が鳩強。OK。これもやっちまうか。106。忍術。ボンファーか。硬いね。えい。またさ。配置が前作とは違うから怖いね。んー、ドン。いるやないですか。ですよね。ロックオンできなかった。で、ここも罠があるからこっちからかな。あー、いや、一回ガードしないとダメか。お、調べる。あんなの踏んで死んじゃったらもうララララ楽命ですよ。ララ楽命や。ララ楽命。雲がいて、デカ雲だ。やった。困っちゃう。アイシャリン。ゲット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 。あー、てことはこれあれか、ゴールは入り口、この先坂上がったところかって感じかな。なんか555言ってますけど大丈夫ですか。あー、いらっしゃいますね。いらっしゃいますか。もうセンスゲッガッ。113いきましょう。纏うな。揚力を吸いたかったけどな。あれ、スネコじゃん。うぃー、こすってやるぜ。102で岩がゴロ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 しない。ゾウは動かない。ナイス。スッスッ。動かないよね。大丈夫だよね。107、まあいいや。よいしょ。あーら、やだやだ。何がいいんだろう。毒死。一本だったら、あ、だたらがいいのか。
周りのね、危ねえモアイは、モアイっていうかなんですかね。あー出てきた。入った。死ぬ。わあ、ダタラが出てきた。よくない、よくない、よくない。死ねー、頑張れ。チャキが出てきた。ほほー、ウィーガー。よし、ズゴズゴズゴゴゴゴゴ。わお、じいさんいたな。じいさんと話しかける。あー、ダメか、もう話しかけるしかない。もうまた寝てんの。もう少し寝かせてくれんかな。なぬ、トヨが心配しているとな。さては、お主が文にあった秀の字とやらか。あ、知ってるんですか。どうも。だんまりとは怖いの。仕方ない、トヨのところへ連れて行っとくれ。すいませんね、口下手なんで。ええ、達成です。オッケー。これであれか、火事場に村正じいさんが来るから、さらに鍛造の質が上がるな。ありがとう、めんどくさいおじいちゃんでごめんね。でもこれでこの火事場にも晴れて師匠がご帰還。今までよりもっといい仕事ができるよ。期待しててね。もっといい金がどんどん取られていくんだな。この妖怪、あ、この妖怪技のダメージか。そうですか。敵を火にすると妖怪妖力加算。なるほど。ちょっと社で計らって、今ね、ちょうどいい感じでね、つけてるんですわ。カシャちゃんがね、すごくいいカシャちゃんなんだよね。コストがマイナス1ついてるっていうね。おかげさまで1本だたらと古老化が入れられるっていう。あー、一緒か。一緒じゃいいわ。なので火ダメージがすげえことになってる。多分今火ダメージいくつなんだろう。火ダメージ 31% だね。すごいね。で、属性もついてるからさらにだね。で、火になった敵に対しては またさらにダメージが上がりますからね。このいい直輔の装備でね、 赤鬼で。いや、もう火よ、火。しばらく多分2周目とかも火で行くかも。強いからね。さて、次が大不変者かな。前田刑事という男があなたを探し、あの年上のことをおじきと呼んでたわ。あなたの知り合い。自ら大不便者って名を乗ってえらく息巻いてたけど、様子見に行ってあげたら。了解。大不変者、まあ俺は強えぞっていうことなんですけど、刑事はそれをもじって大不便者って言ってね、自分のところで旗立てて。いや、これはね、大不変者じゃなくて大不便者って書くんですわーっていうふうにね、かぶいたっていう話があるけどね。まあ詳しくは花のケージ見よう。秀千代さん、久しぶりだな。どうも。近くに来てるって聞いたからさ、一緒にあやかしたいじでもと思ってな。おう、ケージと同行開始だ。やった。ケージがいればもうケージだけに任しとけばいいんじゃねえの。単純に。
ね、揚力ないですよね。なんで出なかったかなって思うね。え？ケージ？嘘でしょ。炎の鬼火の玉城は欲しいぞ。求めてるぞ俺は。わお、それはよくない。まあ、ね、あーいつの間にかすげーのいる。あぶね、どうなってんの今。うわよし、エリアがいた。104、106、108、113、133。カーリンクは潰れた。よいしょ、回収のやりかな、あれ多分ケージ、戦国最強なんじゃない。まあまあ、この頃はまだ若いか。あ、でもそんなことねえな。もうだって、でしょ、秀吉がもう暴れまくってる。鉄拳求められて、利家がもう四苦八苦してるところ、お松がこう、うまくやったっていう話のところあたりでしょ。よいしょ、いやぜひね、ほんと花の刑事はめちゃめちゃ面白いから、あれだけでもだいぶ戦国時代詳しくなるぜ。花の刑事と影武者ってところが家康見てれば結構よ、結構よ面白いしね。よいしょ、あと島さん、あ、ねえ、いや島さんこんね、本当に、いやもう何とも言えないね。さあ先に進もう。あそこから上行けるな。温泉があります。だ、温泉に入れないの、本当に温泉に入れちゃダメ。やれやれどうだい、一個かぶいてみるかい。温泉には置けないようにちょっと調整入らないかな。本当に温泉も一応実績に入るからね、あれ入らないと見つけたことにならないと思うから。この中段でついてその後スッと後ろに回れるのはやっぱり軽鎧のいいとこだな。中鎧やっぱなんだかんだ言ってちょっとやっぱ遅いね。俺にはやっぱ軽鎧とかの方が合ってるわ。下降りますか。
牢の鍵だば。開けます。使います。開けます。奨励のろうそくか。開けます。上見ます。大丈夫ですね。すねこすりーこすってやるぜ。これで出ちゃっていいのかな。出ちゃって良さそうだな。よし行こう。拝むー。オッケー。またすげえなおい。妖怪大集合。大丈夫かい刑事。さすがの刑事もあれかな。あやかしは苦手かな。だあ、俺が苦手だわ。後ろから来た。嫌な予感はしたけど、まさかな。いけるかなと思って、ついてまっすぐ前行けばいけるかなと思ったけど、落命です。あ、よかった、回収できた。この野郎、やば。ワイロンとかシロ、あれをなんとかしなくちゃいけない。なぶねえわ、ほんと。強くなった。ほう、どうだい、俺と戦ってみないかい。そういう話になる。そうかい。それなら何もせず切られるってのかい。いや、どうしたらいい。あーらら、バカ野郎。いきなり戦闘はやめ。そりゃないわ、ゲージ汚いぞ。それはあんたそういう男じゃねえだろ。燃えちまうぜ刑事さん。よは守護霊ないのかな。持ってても良さそうだけどな。虎がなんで強いか知ってるかい。もともと強いからよ。ケイ、あんたこそ日の本一の大部変者にふさわしいな。声が豪華だわ。
ま、なんか満足はしたらしい。いや、刑事守護霊ついてたら絶対強いぜ。おじごからもらってもいいと思うけどな。オッケー、ミッション終了。いつかあなたを超える日まで大不変物は預けとくってさ、天下一の歌舞伎物か。そうなったのに何か秘密があるよね。あなたは何か知ってる？まあいろいろあるんすよ、彼にも。そのうち天下一とひょっとこさいっつって出てくるわ。でこれか、姉妹の夢。あたいと似た舞を披露する娘を呪落台で見たって噂で聞いてさ、ピンときたのよ。いなくなった、あ、妹だから姉妹の夢、いなくなったあの子じゃないかって。ただあの場所じゃ一人じゃ手に負えないかも。まあ無理言えないし、気が向いたら手伝って。手伝う手伝う。お前も普通に呪落台入り込めんのかい？呪落台の警備はどないなっとんねん。まあまあまあ今大変でしょうからね。お国だ。また来てくれたのね。恩に着るよ。いいえ。それにしてもこのお屋敷、太后様も趣味が悪いのね。お国とどう後悔しました。拝みます。何にやられてる？容器か。容器！容器だけど、それはやばい。容器、伊藤容器はやばい。さあ間に合った。大丈夫かい、おくにちゃん。クオハルカ、あっつ、まだね、出せない。わー、ケイ、ましょ。ケイ、オーニュードだ。いって、あぶねあぶね、なんかいる。あーやばい、それはやばい。ちょっとそれどうにかなんない。ふぅ、なぎなたで来ればよかった。しょうがねえな、止まんないなこの感じだと。おっ、スタンドメイ、お、ナイス、強っ、奥に強っ。マジかよ、やるね。111以上の方はちょっとお相手していこうかなーと。どうしてですか。スーッと上。いやー、ちょっと多すぎじゃない。そのないから。オッケー。
ここかな。あーいるわ、結構いるわ。ほい、待ってる待ってる。さすがにね、二の入道なんで火は効かないけど、残念ながらね。わーお、ちょっとちょっと待ってちょっと待って、変えようか。こっちにしよう。ダメだ、ぐるぐるしないと。あれぐるぐるだ。ここは川まで行った方が良さそうだ。なぎなた川で行きましょう。またあれか。やだーレディース。死にくいとやりたいんだよね。対空。うわっ、やばい、これはやばい、これやだ、これやだ、痛い。こら大車輪。すげえ、やっても燃えんな、やっぱ。あー、見たいか。よいしょ。音楽が鳴ったってことはこれで終わりかな。108、煩悩120。まあ武功だけで見てたら別にいいのか。レベル上げて買っちゃう。あ、徳美さんにとどめを刺された。後ろから失礼します。装備はありがたく、トヨのところに行ってお金に変わりますんでね、ありがたくね、もしくは犯罪に変わりますんで、成仏してください。で、任軍も109はね、あんま美味しくないと思うわ。あー、マガツがいるの、信じらんない。大車輪、強っ。単品でも強いなこいつ。こっちはヤバいエリア。ここは、あ、まあでも降りたとしてもって感じか。
これ俺宝石の実入れといた方がいいんじゃねえのって思うわ。とりあえず怖いから、これと、これ。おお。暗殺が出てくる。まだあるのか。結構遠くまで行くんだな。え、妹どうしちゃったの？国の妹って知らないけど。拝みます。でもこの先あれだぞ、ぶっ壊れた城だぞ。まさかお騒ぐ姫が奥にの妹ってことはないよね。そう、愛媛城だったね。姫路城だったね。愛媛城ってのね、姫路城ですね。あーでも普通だ、普通にあるわ。そう、安土城とかって言ってたけど。あー貨車、え、貨車があれなの。嘘、貨車がもう妹だったって話。冷静に、あれか、見られてるって言ったもんな。よいしょ。
面白い出た。霊石のかんざし、あーやっぱりあれか、お国の妹だったんだ、カシャって。そうなんだ。霊石のかんざしを、まあ、渡しますよ、そりゃ。間違いない、あの子の。バカな子、また手伝ってくれてありがとね。帰り地で真っ赤だ。ミッション達成です。さて、玉城がどうなるかだな。ちょいーん。姉妹で故郷を立った日を思い出すよ。この国を前で明るくしようって。でもあの子はここで。バカだね、加賀。あの子の分もあたいは舞い続けるよ。あんたの恩は忘れない。困ったことがあったら呼んだい、絶対にだよ。オッケー。あー、残念ながら残念ながら玉城は、後でご供養させていただきます。結構供養しなくちゃいけないのがあったりとか。そうね、そうだよね。こっちの方が強いんだよね。あー、まあでもくっつけられるわ。重ねちゃおう。こいつにマガツを入れて、ドーン。まあね、こうやってやってますけど、2周目になったらもう全部もうあれですから用済みになっちゃいますから。今だけです、楽しんでるのはね。こいつにも入れちゃうか。よいしょ。あ、でもまあ130台ぐらいだったらなんとかなるか。でも2周目でどっちみち手に入るやつでもうどっちみみちって話だよね。どの道って。空点俺が持ってる方が高いな。和入道も9になってるし、ご供養だな。ご供養させていただきます。まあ、この辺はあまり使わないので。ご供養。やっぱね、弦にしてこれが強いね、本当にね。豪華大車輪がマジで強い。まあ、弦ダメージとかすごい、あの妖怪技のダメージ上げてますけどね。だからなんだけど。前田刑事、もうちょっと髪の毛も後ろボカーンってなっててもよかったけどね、刑事だから。でこれでサイドミッションは完了かな。完了ですね。まあ、あとは、またお祝いかな。まあ、どちらにしても2周目もやるんで、2周目で終わらなかったやつは終わしてもいいし。はい。ということで、今日はちょっと早いですけど、早いといってもね、結構いい時間なんですが、今日はこの辺で終わりにしておきたいと思います。次回は、第5の花。こちらの方やっていきたいと思います。ぜひお楽しみに。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。次に会うときは、ゲームの高見だ。